ケール。こんばんは。すみません。朝しか見れない人もいるのに申し訳ない。こんばんは。皆さんもお仕事だったかな今日。お疲れ様です。まあきっと夜しか見れない方もまあいると思うので、そこはプラスに考えて。こんばんは。まあ朝やってもよかったんですけど、8時別にね、もう何時にやってもいいから、そう、何時にやってもいいからさ、別によかったんですけど、いやこのままやってすぐ家出なきゃいけないじゃんと思って、そう、もうやめちゃった。こんばんは。やっほー。こんばんは。踊ったから普通に熱い、体が熱い。夜派、本当ですか？本当かい？うん、ゆずも夜派ですね。完全に夜型の人間になってしまったせいで、なんかもうさ、夜いっぱい、なんだっけ、夜さ、時間が伸びてからさ、できる時間がもう夜しか勝たないってなっちゃったけど、それを多分ママにバレてしまって、最近 あなた夜しかやってないでしょって、この間怒られた。朝もやらないといけないでしょって言われて、そう、朝も最近は、でも朝しかできない日もあったりするので、朝やったりはしてるんですけど。こんばんは。そう、マネージャーさんなんで一応。すごいあれだ、自分の扉、部屋の扉閉めなさすぎてめっちゃあの音が入る、気になるな。まあいっか、ここから立ち上がるのがもうめんどくさい。こんばんは。やっほー。こんばんは。お腹すいたな。ははん。なんかほんとさ、よくないのがさ、なんかさ、すごいさ、なんか例えばの話なんだけど、12時にレッスン始まるとするじゃん。でレッスンするには体力がいるわけじゃないですか。でも朝から何も食べずに行ったら、まあ、体力がないからなんか食べなきゃじゃん。で踊るじゃん、疲れるじゃん、お腹すくじゃん、また食べるじゃん、でもう一曲レッスンするじゃん、でそれでもまたお腹すくじゃん、食べるじゃんの繰り返しなんですよ最近。マジ1日5食ぐらいしとる気がして、やめたいです、そろそろこういうの。いやでも私本当に食べずに行くと覚えれないから、朝とかの特に1曲目っていうか、その1日2曲振り入れとかあると、1曲3時間ぐらい振り入れがあるんですけど、もう3時間集中できないから、そう、無理なんだよね、食べないと頑張れない。そう、めっちゃお腹すくし、なんかあれです、そう、集中力パンって切れちゃう、機嫌悪くなる。いや、機嫌、そんな子供じゃないよ、お腹すいただけで機嫌悪くなるような子じゃないけど、機嫌は悪くならないけど、明らかに動きが鈍くなってしまいます。そう、あ、今手抜いたなって分かっちゃう。悪くならないですよ、そんなんで。こんばんは。
お腹空いてる方が集中できる説ない？ない。でも食べ過ぎると眠たくなっちゃうから、食べ過ぎも良くないなと思って、食べ過ぎるのもしてないです。そう、でもちゃんと食べるようにはしてます。朝食べて家出るか、まあ、コンビニで買ってもう10分とかで食べてやるか、どっちか。まあ本当は私の理想だと、 家でゆっくり朝ごはん食べて家を出て余裕を持っていくことなんですけど、まあそういうわけにもいかないのでそういうわけにはっていうか、そういう、それが理想なだけで、そう、実際そんなうまくいかないので、そんな生活できないけど、そう、難しいんだよね。余裕持って行動した、いや本当にそれもう一生のさ課題な気がする。余裕を持って行動すること、マジでダメだわ、全部ギリギリになっちゃう。こんばんは。そう、常にギリギリです、私は。やっほー、こんばんは。人生思い通りにいかないね。すごい重たくないまあそうなんだけどさ、重たくない？そんなうまくいってる人なんていないよね。はたから見たらうまくいってるかもだけど、その人にとってはそんなことないかもしれないし。こんばんは、やっほー、こんばんは。ぬるしゃべ楽しかったです。おー嬉しい。どうだった？聞いてた人、ぬるしゃべ聞いてくれました？皆さん聞いてくれた？楽しかったいつもでも喋ってて楽しかった。ある喋こんばんは、いつも楽しかった。こんばんは。いやもうさ、瞬間告白セリフみたいな企画があったんですけど、いやむずすぎんむずすぎない？苦手だわああいうの、ダメだ。こんばんは、やっほー、こんばんは。うわこんばんは。いやもう言葉のチョイスが難しすぎる。練りがらしとか私絶対無理なんだけどいや練りがらしとか日常的に言わないし、まず練りがらしなんてさ、そんな生活する上で言ったことないんだけど。練りがらしとはって感じですね、ほんと。いや練りがらしとってとか言わないよね。練りがらし食べたいとか言わないでしょ。練りがらしなんてつけないし、何にも、そもそもつけないし。まあ水ギフトありがとうございます、ありがとう。今は蕎麦が食べたいです。蕎麦かそうめんが食べたいな、か冷やし中華か冷たいものが食べたい気分。あっさりした冷たいものが食べたい。こんばんは。
えーずね、かけそばめっちゃ苦手そう、かけそばめっちゃ苦手なんだよね。かけそばのさ良さがマジでわからない、申し訳ねえ。いや、あのざるそばとかとろろそばとかマジで大好きで、いや好きなんだけど、なんか年越しそばとかもあんまりなんかうーんって感じな思いながらいつも食べてるえでもなんか嫌いには入らないけど、苦手、苦手っちゃ苦手でも全然好きっていうわけではないけど、どっちがいいって言われたら冷たい方がいいかな、寒くても。冷やし中華好き、うん大好き、冷やし中華大好きです。冷やし中華しか勝たんは嘘だけど好きです、冷やし中華。私基本的にさ、あったかい熱い食べ物があんまり好きじゃなくて、カレーとかも別に冷たくていいしさ、味噌汁とか茶碗蒸しとかも冷たくていいなみたいな、今日ボソって言ったらさ、るーちゃんとさ泉ちゃんがさ、ないわって言ってた。ありだよね別に。そう、なんかもう猫舌すぎてさ、もうなんかもう冷たくていいみたいなタイプなんですよね。いや熱々の方が美味しいのは分かるんだけど、冷たいのも美味しいんですよ。冷たいご飯とか美味しくない？白米超美味しい、大好き。冷やし中華マヨネーズかけますか？かけない。あまり普段マヨネーズ摂取しないか、分からん。かけるものにはかけるけど、かけないものにはかけないって感じかな。すごい難しいね今日もセブンの塩むすび食べました。ゆずもお昼に食べたよ。食べました、ゆずも。最近セブンのおにぎりでハマってるのがあって、塩おにぎりじゃなくてこういう丸い形のカニカマが入ってるやつ、美味しいから食べないでほしいですみんなに食べないでください、美味しいので。いやもうこのおにぎりの良さは私にしか知らなく、私が知っていれば十分だと思うので食べないでくださいこんばんは、やっほー。そう丸いやつね、150円くらいのやつ今気づいたけど、そのおにぎりにさマヨネーズ入ってるわ。そうめっちゃ美味しいんだよそれ、超美味しいから食べないでねやっぱちょっとドア閉めてくるわ、気になる音が。そう、なんかもう踊りすぎてさ足がさジンジンすんだよね、めっちゃ痛いんだけど、歩き疲れたさ足みたいなしてんの、もうダメ、足が痛すぎる。こんばんは。でも全然音聞こえんわ、タイミングかな、ただの。超音聞こえない。いいね。やっぱ空いてると音が入ってきますね。こんばんは。あんな先生褒めてたね。でもさ、そう、ツイッター見ました。でも、いまだにさ、レッスン中とかにさ、石黒って言われるとさ、ってなっちゃう。なります。石黒って言われるだけでさドギッとする、あやばいってなっちゃう、なんかしたっけってなっちゃう、あれ私今間違えたかなとかさ、なんか違ったかなって言われ思っちゃうそうビブス着てるんですよみんな、そうなんかみんな苗字呼びなんですけど、あんな先生はメンバーのことそうドキッとする、石黒って言われると緊張のね、緊張の方ね。
そうビブス着てやってます。懐かしい気持ちになります、ビブス着てると。何時までやろうか。18分、35になったら終わるか。30分、40分は怪しいな。35にしよう。明日は朝か夜か迷ってるけど、終わった時の気分で決めようと思います。こんばんは、やっほー、やっほー、こんばんは。今日の目標は寝落ちしないことです。寝落ちせずにベッドへ向かうことにしよう。今日の目標、もうリビングに座らない、座らなければ寝落ちしないから。今日の目標はリビングへ座らずに自分の部屋に直行する。いいんじゃないこれ。やっぱ一回座っちゃうから良くないんだよね。そう、それがもう寝落ちの原因だし、もう寝ようとしてるじゃん。そう、立てなくなるからね。みんな気をつけてね。気をつけてね。まあでも仕方ないけどね、それだけまあ疲れてるっていうことで。それだけ疲れてるっていうことでいいんじゃないでしょうか。何も良くない。こんばんは。そう、今日はね、リカちゃんがね、みんなにオロナミン C をね差し入れしてくれました。もうコンビニの袋にさ、いっぱい入っててさ、コンビニでいっぱい買ったんだなって想像したら、かわいく感じてきちゃって。マジで美味しかった、最高ですね。こんばんは。疲れた、うん疲れた。分かってますね、みんなの気持ちを。さすがです。さすがです。しみますね。コンビニで瓶大量に買うの愛おしい、ね、いや、なんならさ、よく10さ、何本あった、10何人だったな、何人だったかな、今日のレッスン17かな、17本もあったなと思って。逆にね、そっちの考え、もうもはや。いや、コンビニに17本もオロナミン C 置いてあるんかなって思って、そう、もう そっちの問題、そっちの心配をしちゃった。だって急に一人の人がさ、17本レジに持ってくるんだよ。めっちゃ面白くない？いや、こんな飲むんかいみたいになるくない？普通に。そう、回ったのかなとか考えちゃった。こんばんは。まあそれは本人にしか分からないので、私は分かんないけど、いや、でもすごくない？そんなに置いてなさそうだよね、コンビニにオロナミン C。 今日はね、久しぶりにあれ飲みました、マウントレイニア飲みました。美味しかった。パンダのさ、柄でさ、可愛くてさ、そう、パンダがいたから買っちゃった。美味しかった。
でも甘かった、成長したかも。マウントレーニアでさえ甘く感じる私の舌、大人じゃね。前までちょっと苦いなぐらいだったのに、大人じゃね。最近はセブンのカフェラテが好きなので、セブンのカフェラテをよく買いますね。まあカフェラテなんて家でも飲めるんだけどなと思いながら、いやでもセブンのカフェラテさめっちゃ美味しいんですよ、知ってる？そうめっちゃ美味しいんだよ。そうだから買うよく、よく L サイズ買います。そう M だとちっちゃいので L サイズか、よく泉ちゃんとかルーちゃんとかあゆかぴょんとかと一緒にか。そうたまに黒蜜入れます。でも最近は入れてないけどたまに入れる。そう今ね、そうやってんだよね、あの沖縄なんたら沖縄なんたらみたいなのがやってて、そう沖縄のそのなんキャンペーンみたいなのがやってる間は多分置いてる説、私 の, あの予想だけど。セブンのカフェラテも美味しいけど、マックのカフェラテも美味しかった、この間飲んだけど超美味しかったです。あ、ギフトありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、こんばんは、やっほー、こんばんは。妹ちゃんたちが帰ってきた、ちょっと30分にします、申し訳ね。そうちょっと夜ご飯食べなきゃなので30分で終わりたいと思います。ミルクティア好き、うん好き。その最近さ事務所の自販機が変わったんですよ、よく私が使うやつね。そうなんか変わってミルクティーがいなくなっちゃった、代わりにレモンティーが来ました。いやー両方欲しいんだが、他の階にはあったから、まあ、別に買えないことはないんですけど、めんどくさいじゃん、ぶっちゃけ違う階にまで行ってさミルクティー買いに行く、そこまでして好きじゃないんだよなと思いながら。でもどっちが好きって聞かれたらレモンティーの方が好きけど、ミルクティーも好き、どっちも好きです。昨日はそうあれを買いました、ペプシを買いました、これぐらいのやつ。そうもうでもコンビニからもさあったかい飲み物が消えちゃったからさ、もう私が本当にあったかい飲み物が飲みたいってなったらもうスタバしか行くあてがなくなってしまったので、ちょっと悲しい。ずっと置いててほしい、あったかい飲み物。コンビニで買うあったかい飲み物大好きなんだよね。美味しくない？めっちゃ。めっちゃ多分お店に貢献してる、買いすぎて。そう、お仕事行くとき毎回買っちゃうからさ。そう、めっちゃ貢献してると思う、そのお店の。そのコンビニのあったかい飲み物。めっちゃ貢献してます。そうでもスタバはねもうね飲まないって決めました、6月ぐらいまでちょっと我慢します。6月の末絶プまではまあ我慢とまではいかなくてもまあ控える。こんばんは。でもお菓子もね最近食べないようにしてます、頑張って誘惑に負けないように。お菓子のところ見ないもんコンビニで。見ちゃうと買いたくなっちゃうから見ないようにする、してる。そう頑張ってます。ゼップ申し込んだよ、ありがとうございます、ありがとう、 Thank you。 みんな来ないとダメだよ、後悔しちゃうから。
後悔しちゃうからみんな来ないとダメだよ、ダメだよ、来ないと。いつもコンビニで買うお菓子あるの、昆布です。梅の味がする昆布です。白いパッケージのやつ大好きです。そう、一時期グミが大好きでめっちゃ食べてたんですけど、私食べると顔に全部ついちゃうタイプなので、太る順番が顔なんですけど、最初が。そう、それを治すために、そう、最近グミは買わない。本当に食べたくなったら買っちゃうけど、最近はでもあんまりなんかそんな気持ちにならなくなりました。食べないから。そんな感じですね。そう、昆布が好きです。昔からそう、その昆布があれば頑張れる。そう、ほんとそれぐらい好きです。大好き。そう思ってかなり無理して申し込んだ。えらい、もうその勇気に乾杯ですね。乾杯です。いや、ほんとそう。こんばんは。やっほー、乾杯、カチョーン。こんばんは。じゃーん。30分だね。本当？本当だ。じゃあ終わりにします。めっちゃ急だよね。私いつも終わるとき、ショールームとか。ありがとうございました。ではまた明日。明日はじゃあ朝にします。ありがとうございました。またね。バイバイ。ありがとうございました。また明日ね。おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。